クジラ安男 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんばんは、こんにちは、こんにちは。みんなこと、ありがとうございます。本日は、9枚目の DVD の撮影に来ています。今は、ヘアメイクさんにメイクしてもらってます。ということで、じゃあまたここでお知らせです。まあ、こちらが 8本目の婚約指輪っていう DVD です。まだの方買ってくださいからの、じゃん、こちらボンジュールっていう漫画なんですけど、ここにミーナがいます。で、これの1枚目めくったところに私のグラビアが載ってます。チェックしてねということで、メイクさんが質問をしてくださるということなんで、ではお願いします。はい、はい、メイクさんに聞きたいことがあるんですが、はい、男性のヘッジ、何ヘッジですか？おお、いい質問。そうですね、私は、まあ、体だったら胸板ヘッジです。なんか色っぽいし、いいですね。なんかいいですよね、いいですね、みたいな、抱かれたいあかな。いいですね。あとよく言うのはやっぱ男の人の手、血管とか。あ、うん、血管いいですね。いいですよね、なんか男らしさを感じます。まあ、あと普通なんか笑顔フェチかな。やっぱ、ニコニコしてる人がいい。仕草とかもやっぱあります？あ、仕草は、あ、私あれです、あの車の運転でバックするときに、はい、わかりますか、こうやって抱かれる感じ。あ、もう女性あるあるですよね。なんかあれすごい抱かれてるって思っちゃう。なんでもエッチなことでもいい。なんだろう、何が結構自分からチューとかする方なんですか？あ、すごい私はあの、はい、自分から告白とかは絶対できないんですけど、相手がだから付き合っちゃったりとか、もう相手が絶対私のことをもう好きだって確信があれば、もう外人タイプって言われます。すごい、外人タイプ、すごい、すごい、すごいめっちゃ肉食、はい、あ、でも自分はちょっとどっちかって肉食かなって感じですか、皆さんは？もう超肉食、もうなんかミートグリル女子で、もうソーセージ、ハンバーグ、唐揚げみたいな。めっちゃ肉食。相手も肉食も OK なんですか？はい、あ、もうじゃないと嫌ですね。なんか肉食、うん、なんかやっぱちゃんと言葉とか態度で示してくれないと、なんかよくね、分かるだろうとか言う人いるじゃないですか。なるほど、いや、分かんない。あ、全然来てほしいですね。皆さんは彼氏の前だとどっちかっていうと、普段は S と M どっちなんですか？はい、私めちゃめちゃ M なんです、実は。なんか普段すごい結構ツンツンしてるとか、そんな感じに思いそうですよね、はい、なんですけど、もう好きだともう大好き大好き大好き尽くしちゃうし、もう毎日愛してる、大好き、結婚してみたいな、かわいいですね。はい、じゃあもう結構オラオラ系とかもありって感じですか？うん、あ、もうそうですね、なんかなんだろう、やっぱ愛してもらえたらこっちもいっぱい尽くしたいし、私の方が大好きみたいな、なんかでもその関係が一番恋愛ってうまくいってますよね。あ、まあ、そうですよね、うん、そうですよね、そう、確かに。じゃあ相手は逆に S でも M でもいいんですか？うん、本当の S は嫌ですね。私でもオラニャンが好きです。なんか普段はなんか別になんかさっぱりとかしつつ、私だけになんかみんなに優しいのも愛だけど、なんかそう、自分にやっぱり一番っていうか、なんか特別扱い、欲しいですよね。女の子はね、いつまでたってもね、やっぱお姫様でいたいんで、皆さん男性によく聞いてほしい感じ、ね、はい、そんな感じです。まあ、でも、はい、M とか S だったり M だったりって感じなんですか？あ、どっちもいけますけど、本当はちょうど M です。なんでも、なんでもしちゃいますということで、また撮りたいと思います。ご協力ありがとうございます。じゃあね、バイバイ、頑張ってきます。